今日はみんな大好きタムタムに行ってきたんですよね。そしたらですね、なんとびっくり、ジョニーライトニングとかね、 M2 マシンとかグリーンライトのミニカー、普段はねまとめ買いは3個でね2552円で、5個で3790円で、まとめ買いセールねやってるんですけども、なんとこのお盆期間中なんでしょうかね、7月30日から8月18日まで3個まとめてお買い上げいただくと1980円ですよ。で、5個ですとね2980円。これめっちゃ安じゃないですか。普段だったら、3個の場合は1個850円ところが660円ですよ。その差190円、200円も安いんですよ、1台につき。で、5個買えばですね、普段はね758円のところ、596円ですよね。その差162円なのでね、1台ね、ジョニーライトニングとか M2 マシンがね、600円切った596円で買えるって、これめちゃくちゃお得だと思うんですよね。でですね、私は5台購入してまいりました。それでですね、買ったものがこちらになりまーす。よん。はい、嵐を起こして工藤静香です。はい、それではですね、冒頭にもありましたように、こちらタムタムで、購入してまいりましたものを紹介したいと思います。はい、じゃあ早速ですね、こちらまず見てまいりましょう。じゃん、ジョニーライトニングですね、ストリートフレークス、価格が1400円ですね。まあこれ本当かどうかわからないですけどね。はい、ですね、この年式のね、この顔とこのテールのねが特徴的なね、この年式のエルカミーノなんですけども、このね動画を動画を同テールでインパラがあるんですよね。その、まあ、私この後ろにこうね座席があるね、それを私所有してました。でね、懐かしいなと思ってね、そのインパラをね探したんですけど、インパラなかったのでね、まあでもこの同テール動画をのねエルカミーノがあったのでしました。これが600円以下で買えるなんて嬉しいね。はい、このジョニーライトニングのね、このカラーリングっていうんですかね、なんて言うんでしょうね、ポップさな感じのねパッケージ、私大好きです。クリスターが、はい、あってね、ブリバリですね、これはね、ブリバリしていきたいと思いますので、見てくださいね。で、あとはですね、同じようなね、車種じゃなくて、カスタムカーっていうんですかね、を4台購入しました。で、計5台になりましたね。それがこちらになります。こちらも、ジョニーライトニングですね。はい、ジョニーライトニング。こちらはまとめ買い対象って書いてありますね。これも1400円ですよ。ストリートフリーク。これもポップですよね。でね、このカスタムなんかよくわからないんですけど、すごいヒップアップなんですよね。これよ、ギャッサーの反対バージョンみたいな感じでね。で、この辺のタイヤの感じとかね、このカラーリングピンクのエンジンドカーンと出てね、これはかっこいいでしょ。で、こういうね、同じようなね、シリーズ、これ書いてありますね。これがね、出ててね、まあ、こういうね、みんなこういう感じのね、カスタムのがね、とても私ね、売り場で、前からね、見てたんですよ。でも高いなと思ってなかなか買わなかったんですけど、今回600円切ってるっていうことでね、購入してみました。で、車種は1970年、ダッチチャージャーですね。ダッチチャージャーですよ、これ。まあ、これもね、ブリバリしていきますのでね、超ご期待、超ご期待、超ご期待ってどういうこと？これは内装イエローですごくポップですよね。かわいい。ヒップアップ。なんかね、ギミックとかあったらいいですよね。この辺のね、なんていうかね、下回りの造形もすごく細かくされていてね、面白いんですよ、これ。こういうやつですね。これ1400円ってことは、600円で買ったので、800円も安く買えたってこと。半額以下でじゃないですか。はい、じゃあ次、まあこれ、あとのね、3台はみんな同じような、タイプが出てきますのでね、これもいいね。これもジョニラですね、ジョニラ。あ、50イヤード、これは50年、50周年記念のやつなんですかね。ジングガーズってやつですね。あ、これが、
辺がこの車のコンセプトなのかな。バブルトラブル、1962年チェビベルエアですね、はい、まあシェビーですよね、これね。シェビーの、まあ、グレードがベルエアですね。シェビーのベルエア、まあ、上級版なんですよね。シェビーの高級版みたいなね、僕だったと確か記憶してます。かっけー。できればね、50年代のベルエアだったらね、シェビーだったらね、私大好きだったんですけど、まあこれ結構カラーリングとかめっちゃかっこいいですよね。はい、こんな感じで、やっぱ若干違うんですね、さっきのとはね。50周年記念のですから、こっちかな。そうですね、こっちがラインナップになってると思いますね。この手のね、ものがね、多分私このお店に並んでたもの全部買い占めた感じですね。はい、次。ごめんなさい、うわー、かっポンティアック GTO じゃないですか、これね。やっぱそうですね。この顔、ポンティアックの、私は縦目のグロリアも探してるんですけど、国産車のね、グロリアってあるでしょ、日産の。あれのね、縦目のグロリアってあるんですけど、それ探してるんですけど、なかなか見つからないんですけど、皆さん持ってますか。見つからないですね。はい、こちらもジョニラで、1400円。ほんとかよ、見て言いたくなりますけどね。バックルアップ、ね、この映画かっけー。おー、なんかホットウィールのレッドラインクラブのホイールみたいです。これ。かっこいいわ。造形がいいね、これね。なんて言うんでしたっけ、クレーガーホイールって言うんでしたっけ、忘れちゃった。クーガーかな、それ。なんかそんな名前のね、ホイールのメーカーだったっすよね、これね。で、これ、ジョニラ、最強ですよ。分かってますよね、この内装の色とか。さっきの内装は何色だった？あ、さっきのベルエアもホワイトでしたね。うわ、めっちゃかっこいい。やばい。これ見たいでしょ、みんな。見たくない、別に。この手のカスタムカーは多分、好みが分かれますよね。うわ、あとこれもあったんですよ。これ。1970年プリムス、スーパーバードですね。あ、スーパーバードといえば皆さん覚えてますか？この前のね、ローソン限定の、サテン&クローム51周年記念っていうね、なんかちょっと中途半端な名目で出てましたけど、それのね、このカスタムバージョンですよ。はい、こちらもジョニーライトニングで、まとめ買い、対象書いてありますね。1400円。はい、タムタムはね、多分ですね、新しめのものはね、まとめ買い対象外だったりしてますよね。はい、まあ、大体こういうのがついてたり、あとはなんか、丸いシールのね、色分けなんかされててね、まあ結構分かりづらいんですけどね、まあよく見れば分かるかとは思うんですけどね。はい、なんかね、ちょっと不安になるんですよね。あれ、これまとめ買い対象じゃないんじゃないかなとか思ったりね。うん、だからそうですね、大体こうついてんのかな。うん、はー、いいっすね、このポップな感じ。ジョニーライトニングのがいいんですよ、本当に。あ、これもレッドラインクラブみたいなホイールになってましたね。内装が白で、いいっすね、内装白。はい、こちらもね、ブリバリしていきますので、どうぞね、お待ちになっていただけるとありがたい。うわ、ポップでいいな、裏もな。大好き、ポップで。いいでしょ。これカード取っとこうかな。これね、ちょっと飾りたいね。これはちょっとね、ブリギリだな、じゃな。ブリギリで開けていこうかな。はい、それではですね、今回ですね、このタムタムで、8月18日までですね、もう、7月30日からやってたみたいなんで、もう残りわずかとなってますのでね、めっちゃお得だと思います。1台600円以下ですからね。ジョニーライトニング、グリーンライト、M2 マシン、あとなんか結構いろいろ、まあ、とにかくね、このアメ車とかね、まあ国産車もあるんですよ。東京トルク、グリーンライトのね、GTR とか、あんなのもね、1個600円になってたので、超お買い得だと思うので、行ってみたらいかがでしょうか。それではですね、次回の動画まで。バイバイキーン。